伊藤沙莉です。エルガールの絵文字チャレンジに挑戦します。クレヨンですけどまずこれ生理ちゃんっていう、タイトルの時点で結構、あ、そっか、それを題材に何かこう物語だったりとか、その人を描くっていうことをするっていうことがもうすごいなって思っていて、まあ、なかなかこう口に出しづらかったりとかしちゃうような、こうなんか普通に習慣だったりとかもするの で、しかもそれを男性が書いているっていうところですごく興味が湧きましたし、内容も本当にいろんな人、いろんな女性の生理ちゃんとの向き合い方だったりとか、寄り添い方だったりとか、なんかすごいたくさんのなんか人間模様がすごく面白いなと思ったので、とってもりほちゃんとしてそこに立ちたいなっていうのが第一印象です。私がやらせていただいた、リホちゃんという役が本当に自分に自信がなくて、なんかこう一歩が踏み出せなかったりとか、なんかそうコミュニケーションが苦手な女の子なんですけど、そのリホちゃんがどんどんこう内に内に入っていっちゃった時に、セイリちゃんがそろそろ自分に呪いかけるのやめなよっていう言葉をかけるんですね。でセイリちゃんの声もちょっと変えて、私のセイリちゃんは私がやってて、例えばふみちゃんのセイリちゃんはふみちゃんがやっててっていう感じで、みんなセイリちゃんのセリフも読むんですけど、なんかこう言ってる時とそのセイリちゃんに言われた時っていうのがすごくなんか、もちろん言ってる側と受け取る側は全然感じ方も心で思ってることも違うんですけど、なんか自分の中でどこかで自信が私もなかったりした時に、それって多分自分が決めつけちゃってるというか、自分で自分にかけてる呪いっていうだけであって、周りは実はそんなに気にしてなかったりとか、むしろプラスに考えてたりとか、すごくいい方に捉えてくれてるのに、自分だけがどんどんその呪いに縛られていくっていうのは、すごくりほちゃんに対して共感も得るし、私自身がすごく浄化された言葉というか、あ、これセイリちゃんにかけてもらったからこその言葉だなって、すごく大切にしている言葉なので、それはいろんな自信のない子だったりとか、こうどうも前にこう一歩を踏み出せない子とかにすごくかけてあげたい言葉だなってすごく思いました。私は歯医者さん歯医者さんが本当に怖くてですね、あのウィーンっていう音で本当に体がぶち抜かれるんじゃないかっていう恐怖心に襲われるんですね。だからとにかくこうやっぱりこう歯が命と言いますし、なんか日々こうメンテナンスだったりとか一生懸命行かなきゃいけないなって思うんですけど、音が怖くてなかなか行けないなっていうのはあります。はい。